マルコ・ダビデ・ファラオーニは、イタリア・ブラッチャーノ出身のサッカー選手。エラス・ベローナ FC 所属。ポジションは DF。主に右サイドでプレーする。SS ラツィオの下部組織出身。2010年7月1日にインテル・ミラノに移籍し、4年契約を結ぶ。2011から12シーズンに新監督のジャンピエロ・ガスペリーニに見出されて、トップチームに昇格。8月6日に北京で行われた AC ミランとのスーペルコッパ、イタリアーナにも帯同し、後半途中から出場した。セリエ A の開幕延期に伴い行われた8月27日の AC キエボ・ベローナとの親善試合では、後半開始から出場し、好パフォーマンスを見せた。2011年11月19日のカリアリカルチョ戦に途中出場しセリエ A 初出場。続いて、同月22日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのトラブゾンスポル戦にもアディショナルタイムに出場し、ヨーロッパの舞台でのデビューも果たした。12月3日のウディネーゼカルチョ戦で初先発すると、続く12月7日の CL チェスカモスクワ戦でもスタメンに名を連ねた。2012年1月7日のパルマ FC 戦では初ゴールを決め、チームの勝利に貢献した。これらの活躍が評価され、契約期間が2016年まで延長された。2012年7月9日、サミール・ハンダノビッチのインテルへの移籍に伴い、ファラオーニの共同保有権がウディネーゼへ譲渡されたことが発表された。2015年2月2日、セリエ B のペルージャカルチョにローンで加入した。同年8月31日、セリエ B に昇格したノバーラカルチョにレンタルされ再び同リーグでプレーすることとなった。2016から17シーズン限りでウディネーゼを退団し2017年7月9日に FC クロトーネと3年契約を締結した。2019年1月14日、買取義務付きのローンでエラス・ベローナ FC へ加入。リーグ後半戦で17試合に出場し、昇格プレーオフでも全試合でプレー。クラブの1年でのセリエ A 復帰に貢献した。U-16 をはじめ年代別のイタリア代表を経験している。2010年11月には、チーロ・フェラーラ率いる U-21 イタリア代表に初招集され、11月17日の U-21 トルコ戦でデビューした。サイドバックがメインポジションであるが、ジャンピエロ・ガスペリーニ政権下ではウィングバックも務めた。本人はサイドを駆け上がるのが好きでサイドハーフも自然とこなせるが、どんなポジションでも問題ないと語っている。また、僕は緊張するタイプではないとも語っている。ありがとうございます。